どうも、くまです。まあ、タイトルにある通りですね。本当に気をつけてください。何を気をつけるかと言いますと、もう私ね、全然気づかなかったんですが、この星1のアクセサリーですね。なんと、4種類ございます。まず一つは、シス。そして、ジュラ。で、クシャのカナート。これね、4種類それぞれアーツを取得することができます。なので、アーツをね、ちゃんと取得していきたい方は、この4種類、マジで気をつけて。本当私今まで売りまくってしまっていて、全然ね、足りないんですよ。そしてこの技がね、カナートがね、もう3日4日、5日ぐらいずっとこのカナートネックレス借りしてるんですけど、出ないんすよ。本当にドロップ率バグってんじゃねえかってぐらい出ないんで、このね、星1は各種類持っとくようにしてください。シス、ジュラ、クシャ、カナート。じゃあ今回は、まあ、それぞれの星1アクセサリーが、どこでドロップするのかというところを簡単にね、ご説明していこうと思います。はい。それではまずは、ジュラ。これがどこでドロップするかという問題ですが、まあ、これはね、初級、上級ともにドロップ位置はほぼ変わらないのかな。少なくても2章までは変わった様子がありませんでした。で、2章の、まずはね、前半。2章ゴブリンの村へ前半。ここのドロップでジュラが手に入れることができます。で、このジュラはどれぐらい続くかなというと、まあ1個、2個、3個、まあ4個、5個、6個と、ここまでジュラですね。2章はすべてジュラ構成となっております。次に、シスがどこでドロップするかという問題ですが、ここも先ほどと同様ですね。次の編に行った3章、武装国家ドワルゴンでシス系は入手することができます。でね、ここでね、ちょっとよくわからないのが、このシスのネックレス狙っていると、ジュラのネックレスがたまに出てきたり、あとはね、あの次の編で出てくるやつが出てきたりと、なんかプラスマイナス1ぐらいが、ドロップするんじゃないかなと思ってます。まあ、ここら辺がね、めちゃめちゃ取りづらい理由ですね。もうここで、ここしか落ちてくれないなら楽なんですが、これ以外にもドロップしてくるんですよね。なので、後半に行けば行くほどドロップしづらくなっております。で、シスは、この3章、すべてでドロップします。まあ、それぞれ、一応ドロップする力とか、なんか、技とかあるんですが、ぶっちゃけね、回りまくっても全然出ない。なんか本当に、この力ってところで力がドロップすんのかって思うぐらい出ないです。なので、狙ってもいいですけど、私5日かなとのネックレス狙ってるんですが、もう出ないっすね。もうちょっと、これバグなんじゃねえかってぐらい出ないんで、ちょっと困ってます。はい。そして、次は、クシャとなります。クシャは、4章すべてでドロップすることができます。まあ、例えば4の1であれば、クシャのネックレス。これがね、ゲットすることができます。なので、まあ、クシャが足りないという方は、4章を回ってください。まあ、4章後半まですべてクシャで埋め尽くされているといった形です。ただ、ここも先ほどと同様、クシャが出る可能性、もあるし、ジュラが出る可能性もあるし、たまにね、よくわからないけど、星2が出る可能性もあります。鉄製ですね。鉄製以外ドロップしないんですけど、まあ、いらないよね。こんなとこで鉄製出ても。非常に困る。で、次が5章。運命の人で、このカナートがドロップいたします。ここも、すべてね、5章全部カナートとなっております。
で、6章からが鉄製なんですが、正直鉄製はね、別にドロップ狙う必要がなくて、ここの鍛冶屋で作れるんですよね、鉄製。なんで、ただ星1は、残念ながら鍛冶屋では作れないという仕様になっているので、もうね、ドロップさせるしかマジでないので、本当に気をつけてください。もうね、これ売っちゃうと、マジでね、大変。私もカナートの技出なくてさ、もうどこでドロップするか本当に、ドロップ報告お待ちしております。まあ、非常にね、アーツ的には、軽微なものなので、まあ、無視していい範囲かもしれませんが、まあ、現状ね、ハートをいっぱい貯めれてる人っていうのはそこまで多くないと思います。まあ、私もね、50分の35とかいう形なので、設計図をもらうにはまだまだ遠い状況となっております。なので、今はね、やっぱりこの星1のアクセであろうが、しっかりアーツ取得をしていって、まあ、基礎攻撃力だったり、基礎防御力だったり、基礎 HP だったりを上げていく。まあ、それで徐々にキャラを強くしていく。まあ、それがね、このゲームの醍醐味だと思いますので、ぜひね、星1アクセサリー、ここはコンプするようにいたしましょう。それでは、最後におまけということで、なぜか持っていた3以上確定チケットスカウト使っていこうかなと思います。使っていく枚数は10枚。まあ、10連1回ですね。やっていこうと思います。まあ、星6が出る可能性があるのか。まあ、0.25% と普通のガチャよりは非常に少ないのかな ?0.3% だっけ ?3% だっけ、まあ、それぐらいの 3% か。なので、かなりね、もう10分の1ぐらいしか星6が出ないんですが、意外とね、普通のガチャしてると、星3ってのは持ってないことの方が多いですよね。なので、ここでしっかりと星3を回収して、レシピだに、あとは建築物なりにつなげていきたいと思います。それでは星3、確定チケット10連やっていきましょう。さあ、何が出るのか?頼むよ。なんかめちゃめちゃいいものが欲しい。さあ、お、でも金があるね。金ってことは?なんだこれ?あ、金あるね。あ、星3。やったー!これはちょっと嬉しいね。星3、カバル。そして、星4ですね。ギド。あ、いいですね。ニューはマジでありがたい。そして、またギド。ん?なんだ?あ、さっき星4ギドか。星3ギドか。今回は。シオン。いいっすね。星さんマジで嬉しい。そしてゴブタがカブリーのカイドウ。あ、カイドウってあんまり知らないな。クロベ。これも知らないですね。お、限界突破と。いうことで、あ、限界突破。まあ、なかなかね、星さん入手できる機会が、このね、星さん以上確定チケットとか、あとは戦火ガチャ。まあ、戦友のガチャですね。まあ、それぐらいしかないので、まあ、ここで星3ゲットするのは意外と悪くはないと思ってます。じゃあ、このポイントガチャ10連もついでにやってみましょう。まあ、ここで出るのは何が出るか、ちょっとわからんのですが、これ提供割合がないんですね。なんで何が出るのか、ようわからんのですが、まあ、星3出れば御の字かなと思っております。じゃあ行ってみましょう。まあ、星1、星2はね、どうしても建築物とか、あとは設計図がないので、やっぱ星3狙いですね。さあ、何が出るか。あ、でもなんか星3っぽいのが2体ぐらいいんのかな?あ、星32体いますね。これはありがたい。お、そして星2。星にはすごい微妙ですよね。まあ出ても出なくてもといったところです。まあ星1もちょっと必要かと言われればかなり微妙ですね。まあ後々には開口枠が星1、星2になるのかなと思っております。そして期待の星2か、リグル。星3がいいんだけど、なんだこれ、星がなんか
減ってるんですが。え、でも表示では減ってないんだけど、これはバグっすか？あの、お得意のバグでございましょうか？なんでございましょうか？限界突破をたくさんしていく。ということで、まあ、本日はね、星1アクセサリーが実は4種類あって、まあ、全部コンプするのは意外と大変だよというとこと、星3以上確定チケットを使ってみました。まあ、またね、何か機会があれば動画を撮っていきたいと思いますので、ぜひご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。